皆さん、アロハー、こんばんは。昨日ね、変な夢をね、見ましてね、津波のね、夢だったんですよ。うん。で、あの、私は別に、あの、津波のね、あの夢を見たからといってあの、これから何かね、起こるんじゃないかとか、なんかね、そういう煽りをするあのつもりはもう全然なくて、 むしろね、なんかそういううさんくさいやつはね、もうあんまり好きじゃないんですけれども、あのただね、なんか面白かったので、皆さんにね、シェアしたいなと思ってる次第なんですけれども、あの私のね、夢の中の世界ってねあの、地球じゃないんですよね、きっとね。うん で地球じゃないようなところでなんかねちょっと変わったところなんですけども、まあ、海みたいな、あのー、があってでね津波がね結構来るんですよ。でみんなあんまり驚かないんですけどもみんななんか冷静になってて、うん、で私もその世界でね、あのー、たまたまあの何かをね取りに行ったのかな高台みたいなところに。 うん、でたまたまその高台にあの用事で行っていたのであの被害に遭わなかったんですけれどもあのその高台の下にあるね私の家のものがいろいろとやっぱ流れちゃったんですよね。うん、で後から友達からあの電話かかってきて。 奈緒ちゃんちのマットがあの流れてきたよっていう <laughs> わざわざ教えてくれたというね、うん、で私は私で「あーマットなくなっちゃったよ」と思って、うん、あの残念がっているというあの夢でしたねあのすみません何にもオチがないんですけれどもそういう、ね、夢を、ね、見ました。 でねあの夢の話でね23日前なんですけれどももうねすごいいい夢を見ましてうんでまたその世界というのがね多分地球じゃないんですけれどもあのねすごく綺麗なあの、まあ、語彙力がないからねうまく説明できないんですけどもあのね 何いいかななんかね景色がまあちょっとに地球のものとは全然違うんですよね色もなんか違うんですけれどもあの白をね貴重としたなんか感じの世界ででねあの至るところにエメラルドみたいなね宝石とかあのローズコーツみたいな宝石とかがね あのそこら中にねあるんですよ。ハニマルが来ました。ねえモーションライトがねだからアクティベートされちゃってこんな感じになっちゃったんですけど <laughs> そうで夢の話の続きなんですけれどもあのねすごい綺麗なところでしたねだからその宝石みたいなのがねあちこちにあるんですよむき出しで。うん で、ねあのー、まあ景色がすごく綺麗だから私はねあの写真を撮ろうと思ったんですよね。うん、で写真を撮るときに何を使っていたかというとあの石ころみたいなのを持っていて、うん、あのクリスタルのようなねクリスタル、うん コーズみたいなとにかく小さな石ころなんですけれどもそれでね私は一生懸命あのいろんなね綺麗な景色を写したりとかあの動画を撮影したりしてたんですよね石なんですよ、うん、でそれが、まあ、まあこの今の現代のスマホみたいな役割を果たしているというね うんあの,他のことはほとんど忘れちゃったんですけどもそれがねすごく印象に残ったのでいまだに、ね、よく覚えてますね。うん、というねあのへんてこな夢を見ました。はい、ということでねあのこんな夢の話で今夜はあのすいませんあの聞いてくださってどうもありがとう。 ということでね、皆さんね、今日もね、お疲れ様でした。また会いましょう。ハロー。